こんにちは、ケイドアです。今日は名探偵コナンコラボガチャ引くべきかどうか最終考察やっていこうと思います。いつも通り各キャラの強い点、気になる点を話していきまして、総合評価で引くべきかを解説します。どうしても評価を話す上では各キャラの弱みだったり気になる点も話していきます。自分が好きなキャラだったり、せっかく当てたキャラをそういう風に言われるのが苦手な方はご注意ください。ただ大前提に、コナンが大好きな人は評価関係なくどのキャラが当たっても当たりですよね。こちらもいつも言ってるんですけども、コラボに関しては期間限定イベントなんで、今回の機会を逃すと二度とゲットできない可能性があります。なので今活躍していないキャラも今後接待が入ってめちゃくちゃ評価が上がることもあるんで、それがコラボの怖いところです。ただ今回に関してはコラボ第1弾なんで、今後第2弾も全然あり得るかなと思います。僕自身コナン全然詳しくないんですけど、詳しい方数名に聞いた話だと、正直降臨枠敵キャラは結構少ないと聞きました。ただ今回服部平次が降臨のように主要キャラを降臨にする可能性も全然あるんで、やろうと思えば結構無理やりでもできるっぽいですね。逆にガチャキャラに関してはダブルキャラとかもできるんで、新一&ランとか平次&カズハとかもあるんで、第2弾は運営がやろうと思えばできると思います。ではこれから評価を話していくんですけども、あくまで僕個人の意見です。キャラを評価する点は人それぞれなんで、いろんな方の意見を聞いた上で、自分にはどのキャラが間に合ってないのか、この枠はキャラ揃ってるから別にいらないやとか、最終的には皆さんご自身で判断して引いてください。では結論から話しますと、今回のガチャに関しては性能面的に無理して引かなくてもいいかなと思いました。様々な理由があるんですけども、軽くまとめると、高倍率の直殴りワンパン系 SS だったり、割合攻撃、直近の豪絶にハマってるキャラが存在しないんで、今持っていなくても特に困りはしないんですよね。近畿の高階層をめちゃくちゃ楽にしたとか、豪絶5周目のドテクセイっていうキャラもね、いなかったんで、持っていたらもちろん使う機会はあるんですけど、いなくても現状は替えが効くんですよね。もちろん最新のガチャキャラなんでそれぞれ強いんですけども、どういった方にどのキャラがおすすめなのかっていうところもしっかり話していくんで、現状ガチャを引こうか迷ってる方は参考にしてみてください。一応去年の傾向を話しておきますと、5月に関しては反対地盤の周年があるんで、降雨が重心化して日本版に追加されました。2年前は王将君とフビライハンが追加されています。なので今年も何かしらオリトラに新限定追加される可能性もあるし、マソとか西王母が重心化回する可能性もあります。さらに5月後半に関してはマイピックガチャが実装されました。これは各属性1体ずつ工場キャラのみなんですけども、自分が欲しいキャラをピックアップできるんで、最近だったらカームだったり茨城ヘッドシーとかも持ってない方は選択肢に入るかなと思います。こちらは最大オーブ250個が必要でした。さらに5月末に関しては2年連続超重心祭に新限定キャラが追加されています。去年はバサラ、2年前はアミダですね。この流れで言ったら今年も何かしら追加があるかもしれないんで、新限定とネオが一緒に狙えるチャンスなんですよね。まあそういう点も含めて、ネオ持ってない方とか、もう今からフラパに備えるっていう方は、今回全然スルーしてもいいんじゃないかなと思いました。ただ現状必要ではないんですけども、今後ハマった時に持ってないと後悔する、もしくはこれまでいっぱい後悔してきたっていう方は、期間限定のコラボなんで 1.8% っていう確率も含めて狙いに行ってもいいかもしれないですね。これは皆さんのプレイスタイルによるんで、僕がどうこう言うものじゃないんですけど、高難易度ガチ勢だったり、新豪術初日から運極にしたい方は未来投資で引きに行くのも選択肢にあるかなと思います。では前置き長くなっちゃったんですけども、各キャラの評価見ていきましょう。まずはコナンの強い点ですね。アビリティなんですけど、アンチアビ3つ持ってまして、そのうちの2つが超アンチアビですね。ダメオに触れると 1.3 倍、ワープの数かける 5% 殴り火力が上がります。さらにライトポジションキラー M 持ってるんで、右半分の敵に対しては2倍火力が入るんですけど、中央にいる敵もキラー対象なんで、思った以上に簡単にキラーが発動できます。しかも超バランスが高い方できるキャラなんで、非属性相手にはめちゃめちゃ火力入るのと、普通に多属性でもこの性能は強いですね。属性効果超絶アップとかはきついんですけど、まあ属性効果普通にアップぐらいとか、超アップとかでもちょっと危ないですけど使えるかなと思います。他にはプロテクションだったりシールドモード持ってるんで、一回行動するまで 25% 分なんですけど、火ダメージを軽減することができます。友情コンボに関しては両方とも水属性ですね。なので超バランス型の効果もろに受けるのと、実際に使ってみたら想像以上に友情コンボ強かったですね。サッカーボールに関してはチャージショットと一緒なんで、属性効果が上がってるクエストほど友情コンボで火力貢献ができました。
今後ね、ダメージが通らない敵に対しても通す可能性があるんで、そうなってきたらめちゃくちゃ強いなと思います。で、このキャラの一番の特徴は SS なんですけど、これは結構ぶっ壊れてましたね。想像していたものよりもめちゃくちゃ強かったんで、これによって個人的な評価は爆上がりしました。おまけ効果でヒーリングオール展開だったり睡眠効果があるんですけど、そこはねあんまり重要視していなくて、 SS 使用時の減速率ですね、これがとんでもなく低くて、1段階目だと 12%、 2段階目だと 8% まで下がります。本来貫通タイプの減速率は 40% なんですけど、 12%8% っていうものはかなりヤバいです。ネオと同様に自身の自走の速度は結構遅いんですけど、加速を拾えば拾うほど減速率が低いんで全然止まらなくなります。特に今回怪盗キットで使って思ったんですけど、機長とめちゃくちゃ相性がいいんですよね。加速2回できるプラス、機長の加速展開エッセンスを拾えば1分半ぐらいコナンがもう止まらなかったんですよ。ずっと動き回るんで、そんなに動いたら大体の敵は死んでます。しかも実況が 1.4 倍プラス超アビ2つ、そして超バランス型、さらにライトポジションキラー M 乗ってくるんで、殴り火力も申し分ありません。大体加速がいる場合はこの SS 打ったらボス倒しきるんで、個人的に睡眠効果に関しては結構おまけかなと思いました。しかも2段階目だと3回行動分これが打てるんで、1回でも全然強かったんですけど、継続するのがなかなかやばいなと思いました。さらにこちら結構忘れがちなんですけども、 SS を打ったらスケボー姿に変身します。この時に筋肉マークはないんですけど、バフはかかってる状態なんですよね。イコール1段階目だと 1.1 倍、2段階目だと 1.4 倍入ってるんですけど、内部的に上がってるんで、この上にルナの2倍バフだったり、クエストによってはケンリンの攻撃力アップ、怪盗キットであったのは味方触れの攻撃力アップですね。ここに関しても重複して火力アップするんで上書きされないんですよね。本来継続時強化に関しては基本的に筋肉マークがつくんで、それより高いバフがあったら上書きされちゃうんですけども、まあコナン君だったり五条先生、クラピカに関しては筋肉マークがなく内部的に上がってるタイプなんで、倍率が掛け合わさってより強くなります。そこの点も結構な強みなんで、特に2段階目の SS は結構ぶっ壊れてるなと思いました。では気になる点話していきましょう。まずは直近の近畿だったり豪絶ではハマってないんで、まあ現状使えるクエストそこそこあるんですけど、過去のものが多くなっています。シュリンガーラの極み、デクイエム、その他非属性の簡単なクエスト全般かな。一応現状は怪盗キットにもハマってるんで、コラボ期間中は出番多いんですけど、コラボが終わってしまったら使う機会は減ってしまうかなと思います。あとはさっきおまけ程度って言ってたんですけども、麻酔銃、睡眠ですよね。これは最初に触れた敵ではなく停止後の近くの敵を狙うんで、雑魚が残っていたりとかビットンがあるクエスト、そもそも雑魚が倒せないようなクエストではボス以外に飛んでしまう可能性があります。まあちょっと扱いにくいですよね。で、先ほど SS めちゃくちゃ強いと言ったんですけど、先ほど SS がめちゃくちゃ強いと話したんですが、水属性のドアアビリティに現状加速枠となるキャラがほとんどいません。加速を拾えば拾うほど強い SS なんですけど、ちょっとね相性がいいキャラが現状いないんですよね。ダメオ魔法陣でも特にいなかったかな。ワープ魔法陣でようやく反射なんですけども、カーリーが出てきました。多属性を絡めた時は機長がねめちゃくちゃいい相方なんで、一緒に使うとねすごい強いんですけど、属性効果が上がってる難しいコンテンツでハマった時には現状相性がいいキャラがほとんどいないんで、今後増えてくれることを期待しましょう。そんな感じでコナンの総合評価話していきます。2種類の超アビだったり超バランス型、キラー M によって殴り火力が非常に強力です。その上にシールドモードだったりプロテクション、 SS 使用時にはヒーリングオール展開もあるんで防御面も結構優れています。属性効果が上がってるクエストでは友情コンボでも火力貢献できるんで、実質チャージショットのサッカーボールも結構強かったです。ただ現状のことを考えると使えるクエストは結構過去のものが多いんで、まあそこまで出番は多くないですよね。ただまあこの枠の貫通タイプで見ても一番強いし、ダミオ魔法陣とかでも結構強いです。こちらアジン族のルイス・フロイスの SS とコナン君めちゃくちゃ相性がいいんで、もしダメを原則でハマった場合はめちゃくちゃいい相方になると思います。友情コンボも普通にいいですよね。まあワープ原則で見ても一番強いんで、今後ハマった場合は一番優先度が高くて使われるかなと思います。超バランス型もできるし、ライトポジションキラー M が想像以上に発動するんで、非常にポテンシャルは高いキャラかなと思っています。今後も難しいコンテンツ初日攻略したいとか、そういった方には結構コナン君おすすめですね。個人的な評価なんですけども、今回のコラボの超大当たり枠といたします。まあ先ほども話したんですけども、汎用的なキラーだったり超アビ2種めちゃくちゃ強い SS を持ってるんで、多属性のクエストでもねたまに顔を出してくるんじゃないかなと思っています。ではお次、アムロさんの強い点見ていきましょう。まずステータスですね。スピード型なんですけども、 HP も攻撃力も結構もらっています。足もまあまあ速いし、超 AGB 超スピード型も解放できるんで、機動力にも長けています。
友情コンボに関しては属性共有上のラウンドスパークと誘発範囲も広いトライアングルボムをもらっています。両方とも結構火力出るんで、特にラウンドスパークに関しては難しいコンテンツでもダメージを出しやすくなっています。一番の特徴はこのキャラも SS ですよね。まあ自強化 1.6 倍 2.4 倍ありまして、遅延効果も1ターン3ターンあります。さらに味方の SS ターンも半分に短縮するんで、割と万能型の SS をもらっています。一番やばいのは複数積んだ時なんですけども、3体編成をすると SS1 回でも溜まれば無限ループすることができます。2段階ループするにはシオンを1体入れるか、まあルナとかのバウンドチャージを利用して、もちろん運ゲーになっちゃうんですけど、バウンドチャージをたくさん拾えば2段階で回すことはできます。ただシオンを使った場合も、シオンの前のターンのアムロさんに関しては絶対2段階ループはできなくて、他の2体だけできます。この2段階だと、まあ、自強化倍率がね跳ね上がりますし、遅延効果も3ターンに変わるんでめちゃくちゃ強いんですよね。もちろん1段階目でもずっと SS ループできるんで、敵にほとんど攻撃させずにクリアすることができます。このループが決まってしまえばめちゃくちゃ強いですよね。しかもギミックも効果もついてるんで、 SS が溜まりさえすれば地雷だったりワープも無効化することができます。現状使えるケースもそこそこありまして、豪絶のマーチ、爆絶のカンデラ、アガルタ、超究極のシンホルスとかですね。まあ、実際にシンホルスでは乙骨の SS 無限ループもしたんですけど、毎ターンリカちゃんレーザーを撃てるんで、他にもワンパン枠デクとかと組み合わせてあげるのも面白いかなと思いました。五条先生のようなオールアンチ SS を持っていまして、遅延効果もある。さらに味方の SS ターンを半分にするんで味方補助もできます。まあクラピカとか五条先生と違って継続はしないんですけど、まあ実質無限ループだったら永久 SS 継続なんで、そういう風に考えたらめちゃくちゃ強いですよね。では気になる点話していきますと、直近の超高難易度のクエストには特にハマっていません。言うてマーチも適正キャラめちゃくちゃ多いし、アムロさんである必要はないんで別キャラでも代用効きますし、カンデラは言うて爆絶なんで、まあそこまで重要視しなくてもいいかなと思いました。シンホルスに関しては乙骨 SS ループがめっちゃ強かったんで、そういう SS が強いキャラとアビリティが被ってると結構いいかなと思います。他に気になったところは SS 使用時以外の殴り火力は結構低いですね。状態異常底力でしか火力アップできないんで、 SS 溜まるまでは機動力でサポートするタイプかなと思います。先ほどから無限 SS ループの話をしてるんですけど、3体編成じゃないと厳しいんですよね。まあ現実的に3体当てるのは結構難しいのと、実際僕が使ってみて思ったのは、地雷だったりブロックに対応してないんで、特に地雷が出るクエストでは SS 溜まる前に普通に死にます。比較対象五条先生で申し訳ないんですけど、あの方はダメージギミックの地雷とダメージオールに対応してるんで、割といろんなところで使えたんですけど、どうしても地雷対応がないのと SS 使用時ブロック無効ができないんで、まあ五条先生ほど超万能型ではないかなというふうに思いました。マジで地雷で死ぬんで、実際問題オールアンチ SS とは言っても普通にギミック適正のクエストで使うことが多いかなと思います。ワープだったり魔法陣は最悪無視できますけど、地雷はどうしても数が多いとかわせないんで、地雷のクエストで強引に使いたい場合は運棒のリタマラが必要になってきます。では総合評価話していきますと、使用ギミック3つに対応しておりまして、超 AGB 超スピードが溜まって機動力も高いです。友情コンボでもしっかり火力を出せる点だったり、誘発効果もあるんで普通に使いやすかったです。 SS はやっぱりめちゃくちゃ万能型でした。まあ五条先生と同じ倍率ですし、遅延効果もある。しかも味方 SS ターン半減できるんで非常に優秀なんですけども、複数編成による SS 無限ループが強すぎるんで、実際問題これは接待できないんじゃないかなって思っちゃったんですよ。まあ現状ハマってるクエストは全然いいんですけど、まあ、今後ね出してくるクエストでは対策されるか、そもそも接待されない可能性もあるんで、まあ現状は遊び枠だったりギミック対応していないクエストで無理やり強引に攻略するタイプかなと思います。このダミオ原則が全くハマってないんで、今後一番可能性がありそうなんですけど、エミリアとかもめちゃくちゃ被ってますからね。ハマるとしたらここなんですけど、さすがに SS 溜まってしまえば強すぎるんで、実際問題接待来ない可能性もあるし、そもそも同じキャラ3体も入れて周回しますかっていう話ですよね。それって運枠1のアムロさん3体っていうソロ周回の編成なんですけど、実際問題豪絶とかは運枠2だったり運枠3が多いんで、まあそこまで赤井さんを入れて周回するクエストが来るかどうかって言われるとちょっと微妙な感じもするんですよ。複数編成で使うとしたら
まあ、近畿 EX マラソンとか出てくるんですけど、現状近畿30とかもこのキャラ使う必要は特にないんで、どっちかというとやっぱりなかなか接待されないタイプに入るんじゃないかなと思ってしまいました。もちろん1体だけでも十分ね、遅延効果だったり味方へ生死短縮効果は強いんで非常に便利なキャラなんですけど、無理して3体当てても実際問題そこまで使う機会多くない気がするんで、個人的な評価はコナンよりも下ですね。ただ十分すぎるほどコナン SS は強いんで、ちゃんとした当たりキャラです。実際問題使うかっていうところを考えるとちょっと微妙な感じがしたんで、超無理して強引に当てなくてもいいんじゃないかなとは思いました。では最後、赤井さんの強い点から見ていきましょう。まずはトリプルアンチ持ってまして、マインスイーパー EL と超アンチ減速壁が強いですね。減速壁触れたら加速してくれまして、地雷を拾ったら3倍火力、しかもバイタルキラー M 持ってるんで HP 半分以上の敵には最大6倍で殴ることができます。しかも超バランス型解放できるキャラなんで、理想火力はめちゃくちゃ高くなっています。友情コンボに関してはアンフェアと全く一緒なんですけど、バランス型なんでアンフェアよりも十分強くなっています。マーキングミサイルがやっぱりめちゃくちゃ強いですよね。長く動けば動くほどたくさん弾が出るんで、減速壁が出るクエストでは自身が加速していっぱい弾を出すことができます。SS に関しては実況化プラス3ターンの間ボスの弱点必中の追撃を放つんですけども、2段階目だと36倍あるんで、厳選していなくても300万ぐらいは入るのかな。簡単なクエストだったら非常に火力貢献してくれます。難しいコンテンツでもアビニベーシャのような防御力ダウンだったり弱点効果アップとかが入ると普通に火力出るんで、決して難しいコンテンツで使えないわけではないですね。SS の自強化倍率に関しても2段階目が 2.16 倍あるんで、さっきの6倍と組み合わせてあげると最大 12.96 倍、約13倍まで上がります。そっから超バランス型の恩恵も乗るんで、 SS 使用時の一発の殴りも非常に強くなっています。では気になる点話していきますと、地雷減速に関してはライバルがめちゃくちゃ強いんですよね。同じアジン族にはめちゃくちゃ強いホームズがいるし、アビリティが結構被ってる篠田本部長もいます。このキャラもめちゃくちゃ強いし、ワンパン枠のキャラなんで、もし同じギミックがハマった場合はこっちを採用する可能性が結構あるんですよね。他にはイチゴもいまして、こっちはね、超マインスイーパー M なんで地雷を拾いに行く必要もないんですよね。まあ、その点が強みかなと思います。魔法陣原則だと最近追加されましたアザイ長政が普通に強いんですよね。こっちも超バランス型解放できますし、 SS も壁すり抜けゴーレで強い、友情コンボもパワーフィールド持ってるんで、マーキングミサイルで誘発できるっていう点は相性いいかなと思いました。タオレンも超バランス型ですし、 SS 結構強い割合持ってるんで、まあ、原則魔法陣もこの辺持ってるんだったらこのキャラたちでも代用が効きます。そうなってきた時に地雷魔法陣なんですけど、この枠に関しては最近ハイネとか追加されまして、まあ、ワンチャン次の光豪鉄怪しいんじゃないかなって言われてます。ただ魔法陣のクエストに関しては一応ね、対応していないキャラも使えるんで、それこそ先ほど紹介しましたシャーロックホームズ強いですよね。低ターンで SS も打てるんで魔法陣回避もできるし、耐性 M とかも強いんで、このキャラの方が使いやすいっていう可能性もあります。一応他には公式で使ってみたが出ていないゲンドウもいますし、ルシファー&カイサルもいます。まあ、ゲツレとかもいるんですけども、このキャラ超バランス型かつ、まあ、地雷拾ったりするとすごい強いんで、地雷魔法陣のクエストが出てきたらようやくね、活躍できるかなと思いました。要するに接待待ちですね。他には超バランス型解放しても友情コンボ両方とも無属性なんで、恩恵があるのは実質殴りだけです。 SS の追撃に関しても無属性ですし、それこそアンフェアみたいなバチバチに殴るクエストでは全然火力にならないんで、この追撃が割合だったらすごい良かったんですけどね、ちょっと期待はできないかなと思います。では総合評価を話していきますと、マインスイーパー EL プラスバイタルキラー M による殴り火力は非常に強力でして、友情コンボのマーキングミサイルの火力も文句ありません。めっちゃ強いです。ただ現状使えるケースがほぼないんで、完全に未来投資のキャラですね。地雷魔法陣にハマった場合は一番強いかもしれないんですけど、他はねライバルが揃ってるんで、次の光豪絶にハマったら怖いっていう方向けかなと思いました。まあそこまで言うとほんと全キャラ引かないといけないんでしんどいんですけど、言うてこのキャラがハマったとしても最近はすぐに新限定だったりアルファで最適性キャラも出してくるんで、まあ、正直本当に難しいコンテンツ超ガチ勢以外は無理して追わなくてもいいんじゃないかなと思いました。ちゃんといい点を挙げると、1回敵を殴ったら投下するようなクエストでは
地雷を拾ってバイタルキラーも発動すれば6倍で殴れるんで一番強いんですけども、まあ、なかなかそんなクエストは来ないかなと思います。他には汎用的なキラーを持ってるんで地雷原則のクエストでは多少ね多属性でも使えるかなとは思いました。マーキングミサイルももちろん強いんですけどもパワーオーラを発動してるネオの方が火力は高いんでマーキングミサイルを楽しみたいんだったら全然ネオでもいいんじゃないかなとは思います。こっちはピックアップで 1.8% で狙えるんですけど全然ネオでも代用が効きます。そういうねいろんな点を含めるとやっぱりちょっと不遇な感じがするんで逆に怪しいんですけどまあ無理しなくてもいいんじゃないかなとは思っています。そんな感じでキャラを見ていったんですけども総まとめをしていこうと思います。まず今回の個人的な超大当たり枠はコナンですね。このキャラは持ってるもの全てが強いんで、まあ、現状ハマってるクエストは少ないんですけども今後ハマった時も一強クラスなんで今回実際に使ってみて一番可能性を感じました。次に安室さん赤井さんっていう順番なんですけど、まあ、安室さんは3体当たった時にいろんな攻略ができたりとかねネタ攻略とかもできるんで複数当たって進化を発揮できるキャラかなと思います。赤井さんに関しては完全未来投資なんでそこをどう見るかですよね。持ってるものは強いんですけどもライバルもねすごい強いんでマーキングミサイルも強いんですけどそこだけで評価を上げれないんで今後ハマったら評価は上がるしハマらなかったらなかなか出番は来ないかなと思いました。今回の星4号に関しても楽救助を作らなくても全然いいんで僕がおすすめするのはコナンピックアップ時に10連20連ぐらいするのがいいんじゃないかなと思います。もちろん5月末は2年連続鳥獣審査に新限定キャラが追加されてるんでネオを持っていなくてそっちに回したいっていう人は完全スルーでもいいかもしれません。個人的にはハイバラは1体ぐらい持っておいてもいいと思うんで特玉とかで引けたらいいんですけど出ない可能性もあるんでコナンピックアップ時に単発で数回引くかまあ10連ぐらいしてもいいんじゃないかなと思いました。以上名探偵コナンコラボ最終考察でございました。よかったら皆さんの意見も教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。